1992年のコース1992年のルマン24時間レースは60回目のルマン24時間レースであり、1992年6月20日から6月21日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。スポーツカー世界選手権レースの一環として予定され、そのシリーズ前線に出場するチームが優先されたが、 前線出場した有力チームはプジョー、トヨタ、マツダくらいのもので、出走台数10台前後と寂しいものであり、記念すべき60回大会となるにもかかわらず、そのままではルマンのエントリー台数も極めて少ないことが予想された。そのため、シリーズレースに出場したチームの車両であれば1990年までのグループ C 車両の出場を認め、さらにポルシェエ,エンジン搭載車、 ヨーロッパ国内選手権に出場している車両の参加が認められた。ただしターボ車は使用可能燃料が従来の2550リットルから2140リットルへと大幅に制限された。トヨタ自動車は合計5台の出場となりポルシェ車を除けば最多数であった。有力チームだったジャガーやメルセデスベンツは全くそっぽを向いてしまった。観客動員数は 約15万人と最盛期の1、3程度に落ち込んでいたが、地元フランスのチームが最有力候補ということで、それなりの盛り上がりを見せた。スポーツカーレースがスプリント化する中で、フォーミュラ1に近い仕様となり、加速よりもコーナリングでタイムを稼ぐマシンになった。プジョーは、ジャントットの下で、耐久テストをこなして、プジョー905の耐久性を大幅に上げて、 勝利に自信を持っていたが、この車両が24時間走れるかどうかが注目された。トヨタ自動車は1991年シーズンを休止した間に新たにじっくり開発していた 3500cc エンジン搭載車 TS010 を3台投入した。小型軽量と出力を両立するために V 型重機等を採用。車種は従来通りトヨタテクノクラフトが新設計した。 ロータリーエンジンが使用できなくなったマツダは、レース活動方針決定が1991年10月にずれ込み、独自新規開発では、時間も費用も間に合わないためマツダで独自にチューンした、JAD GV10 型 V 型重気筒エンジンをジャガー XJR-14 の車体に搭載した、マツダ m x r 0 1を持ち込んだ。日産自動車は、 出場を考え 3500cc エンジン搭載車 NP35 を開発していたがシリーズ前線に出場する予算が得られず断念した1990年までのグループ C でシリーズレース出場メーカーのターボ車のカテゴリーであるトヨタ自動車はサードとトラストにターボ車を1台ずつ対応した日産自動車はシリーズレースに出場しておらず このカテゴリーでも出場資格はなかった。ポルシェ 962C 及びポルシェエンジン搭載車のカテゴリーである。ターボ車に課せられた使用可能燃料制限のハンディキャップが大きく上位出場が望めなかったためポルシェ962の出場は予想されたより多くなかった。ヨーロッパ国内選手権に出場している車両のカテゴリーである。プジョーは 数年前から使用を認められるようになっていた。T カーを3台持ち込んで積極的にタイムアタックし、2号車が1990年のルマン24時間レースで日産自動車が記録していた試験設置後のコースレコードを塗り替える3分21秒209を記録した。2位も1号車のプジョーであった。トヨタも T カーを持ち込んだが、プジョーほど徹底したタイムアタックカーではなかった。 トヨタ陣営のトップは7号車が3位の3分26秒411で4位8号車、5位33号車もトヨタが占めた。松田は決勝レースに備えた走行でタイムを気にしなかったが、それでも1991年のルマン24時間レースで優勝したクルーが7位となる3分34秒329を記録し、能力の高さを示した。C2 では、 サードのトヨタ 92CV が3分39秒850で11位。C3 ではクルマーのポルシェ 962C が3分39秒317で8位となった。16時に28台がスタートした。雨は上がったが路面は濡れており、その後も雨が降ったためレースの半分はウェットコースとなったためトラブルが少ないレースとなり、 ターボ税も予想されてほどには燃費に苦しまなかった。レース開始当初は、プジョーの2台が先行した。5周目に、松田に抜かれたものの、電気系統のトラブルでわずかなスローダウンや数分のピットロスはあったが、その他にトラブルらしいトラブルはなく、ピット作業にも乱れはなかった。トヨタは前半プジョーと松田に先行され、 遅い車両に突っかえているところをプジョーに追突されて、両車とも長いピットインを強いられた。松田は5周目からトップに立って会長に走り、1時2分連覇も期待されたが、デフロスターの不調による視界不良で逆転され、その後トヨタにも抜かれた。14台が完走した。プジョーはデレック・ワーウィック、ヤニック・ダルマース、マーク・ブランデル組のプジョー905、1号車、 が24 352時間で35 2周を走り切って、優勝した。トヨタ自動車は、関谷正則、ピエール・アンリ・ラ・ファネル、ケニー・アチソン組、チーム・トムスの33号車が2位に入り、トヨタにとっての最高成績となったが、前年松田が優勝したばかりであり、世間に対するインパクトに欠けた。松田が短期間で、これまでと全く違うタイプの車両を作成して上位に食い込んだ。 ことは高く評価された。ありがとうございます。